Hello, hello. We are going to do some more Genshin for a very short amount of time. But I figured I should stream at least a little bit today, since I took yesterday off. Yeah, there's no real reason. I'm just really tired the last 2 days. Yesterday because I had to wake up really early and I couldn't sleep at all. So I basically slept like 2 hours. And then today I'm still just, I don't know, tired from that, I guess. Let me pause the music first, actually. There we go. Yeah, we're just gonna continue with the main story a bit. Kimi to watashi no aida de wa ikanaru iiwake mo tsuyo. Shitsurei o shouchi de iwase te morau ga. Jibun no tachiba o rikai shite itadakitai. Kimi wa mizu no majin, Hokarorus da という koto, kore o miru toi. Poisson chou no jiko no giseisha listo da. Yeah, I don't really understand why she can't do anything about the whole water issue. Considering she's the god of it. 今回は止められなかった。だが、同じことを繰り返すのは、もう一度言う。知っていることを洗いざらい、昨日、ポワソン町の近くにある古代遺跡で、なんだい？急に尋問するような口調で聞いて、僕は何も知らないぞ。でも今、古い遺跡で見つけたと言った。ああ、それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在は分からず。予言。そのうち2枚目の石板には、先代水神エゲリアが空に浮かぶ島に向かってひざまずき。知らないね。そんな石板見たこともないから。もう一度問う。君は先代水神と関わる情報、石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪、もしくは罪を辞任し、どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で、僕は僕さ。君が焦っているのはわかるよ。でも悪いけど、本当に言えることは何もないんだ。フリーナ殿。こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が確保。I really do wonder if she just doesn't want to say anything about anything that goes on, and she actually knows what's going on, or if she actually just doesn't care, or like, because it's so hard to tell. 君がずっと密かに予言、水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だが、エゲリアの秘密を知らないといい、調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど、浅はか。And even Nivellet is getting suspicious of her now. 誠の愚者でもない。And then there's the whole thing with Orochino between her and her. 極めて矛盾している。君は。僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。僕を尋問したり。疑ったりしたところで、まるで意味はないよ。君はただ、僕という神を信じればいい。心の奥底で、僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。おお、いけない。もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあ。フリーナのやつ、オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。どうしたんだろう。ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。よく、あ、よく、バレてたんだな。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。しかし、どうしても解せない。会話はコミュニケーションの基本。事情を知る者であれば、誰もがフリーナには秘密があるとわかる。
問題は態度だ。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。You sue her, and then we have to go to court, and then she has to speak the truth. それって一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るのだ。Well, there we go. でもフリーナはこれまでたくさん審判を見てきて質問を回避。周到な準備と様々な勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる。できればいかなる形であろうと。こういったことには加担したくなかったが、彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ力を貸してくれる人物に。I mean, I'll let you know it all quite well with this now. Oh, fuck.くれるなんてよく思いついた。ウィンダンならわかるてん。ボア村長は最悪にあったばかりで、今は人が少ない。だから、このマジシャン、オイラたちの隣に家族は一緒に座って、ひとときの安らぎを。ここでお茶をいただくのも悪くないね。どうかな、一杯。みんな、話を聞いてちょうだい。それとも適当に誰かを選んで、この場を任せることにする？あんたはどう？無理だよ。じゃあヌビレットさんは？私がその役を担えば、この船を法廷のような雰囲気に変えてしまう。ほらね、進行役はやっぱり地元の大ボス、つまり私がやらないと。前置きが長すぎる。確かにそうだけど、とにかく、ちょうどチノスの invited to this。 I mean, I guess he is a part of your binger, but still。 具体的にはそうね。みんなで力を合わせて、トラップを意識仕掛けるの。でしょ？まあ、トラップっていう表現は、ついさっきクロリンデから聞いたのを。自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ。これを機に鍛えておけば職。そうか。では上司はどう思いますか？上司と認めてくれるとは光栄だ。精進するといい。ではみな、狩りをしたことはあるか？ Yes。 小さい頃フレミネと一緒に木の棒とカゴでノウサギを捕まえたことがあるよ。リネットは魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえ、うん、であればどれも本当の狩りとは言えない。ただ彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではない。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ、他の武装勢力に所属するようになった。トラップを構成するものは次の3つだ。音、今ここにいる皆がと。僕はやっぱりハトとかウサギが餌に誘われる感じで、自然、僕たちが仕事するときみたいにほんの少し細工する必要があるけど。じゃあボア村長の住民の避難を手伝ってた時も同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。うん、そうだね。おまけに並行してその一帯の情報も。僕はそんなにすごくない。What kind of information did he get from doing that? 方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよ。私は二人のアシスタントをやる。ノーアルタカは爪を隠す。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば同類はおのずとつ。ヌビレットさんはどうですか？私はあいにくそのような経験を持ち合わせていない。それもそうでしたね。
あなたは腕や細工に頼ることなく。Yeah, then he's a dragon. I don't think he would hunt, even in dragon form. でしたら、もう一つ質問させていただきます。Can he actually change back into that? I wonder. 私たちが大掛かりなと効果的でありながらも、獲物をひどく傷つけるものではなく、慈悲深いお方だ。ただ、それは高速一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。どうして？獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ、命を傷つけることなく獲物を掌握できるか。つまり、僕たちは。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば、私たちのやることは似たようなもの。高みに座す神を裁くのなら、I mean, can't you just walk up to him and be like, you're getting sued? It's basically did what they did with Tartaglia. Just blame him for some random shit that he had nothing to do with. And he had to be on trial, so. Oh, we are just here. For some reason, I thought we were like in one of the underground, in one of the underwater, little like cube, not cube, like oval shaped things. I wonder if we're just gonna see Mona again. Or if that was just for like the brief moment. So, Kincho Shinaide. Tada Ochao no. Nante Okashina Ikata. Conna ni Omoshiro Ikotachiga. Mayoi o Kanji Terunan.ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。いかにも、私は N。友人は私に、こう予言は、当たるは、必ずを。そんな。人々はそれを、運命と呼ぶ。運命は、星空の中に刻まれていて。一般的に予言は神の視点から見た未来。あなたがこれから見るさまざまな出来事は果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうでスケールのでっかい。あなたならとわかるでしょう。無視してイワットの未来がどうであれ、最終的にさてと、いいお茶だったわ。ありがとう。声が聞こえ。That was random. I also thought we were gonna meet Mora's master, and not another person that works under. Her master. Oh, never mind. Here she is. Mona! Mama, this. Steam Bird 新聞に行って、以前、フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく、自分。もしかして、それって、髪がピンク色の記者じゃないか？そうそう。シャルロットという方です。知っていますよね。
考えたこと、彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません、試して、え、ほ、うそ、そんなことがあるなんて。神の視線にも資格があるって言ってたよな。紐がそ、魔女会のメンバーであればおそらくただものではありません。 N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いた。でも私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら決して若くはないでしょう。おばばでさえな。うじ、魔女会の人って恐ろしいな。みんな元気。能力だってそれはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざ、うん、でもオイラ、It's an entire nation that's gonna get fucked up by water if it happens。 彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ天気があると伝え、今のあなたが知ってはいけないことなので。旅人パイモン、大丈夫だぞ。けどオイラちょっと息が詰まり、ええ、その胸、私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。しかしそれでも私は奇跡を期待し、おそらく N はそのことを伝えたかったのかもしれません。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。おお、確かにその通り。ああ、私としたことが、また先生術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。あなたを少しでも勇気づけることができたのなら無駄口ではなかったようです。きっとそのせいなのかもしれませんね。私たちがいつもぐ、なんだか今の言葉を聞いてたら胸の旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。街中を歩きながらいつもよく通る場所を見てます。 I'm just gonna teleport on notes. I'm gonna find my way out. I mean, I know my way out, but it's probably gonna take longer than is just the teleport.気高くも先日、記者はメロピデ要塞に潜入しようと、ある違法の友人が今回の記事の中心と、探ることのできないメロピデ要塞の内部。しかし違法の記者シャルロットの処分、シャルロットでも結局メロピデ要塞の情報を手に、あいつ、ま、OK、すみません、ケーキを一ついただけ。ああ、他の人が。あれ、お前ってパレメルモニア。あら、君たちもケーキを買いに来たんですか。ヌビレット様の言葉を借りれば舌が。え、ヌビレットがそんなこと言ったのか。ええ、ヌビレット様にも好き嫌いはあるんですよ。私の場合、ここのコーヒーとケーキが特に。お、へえ、お前基本毎日必ず一回は来ています。毎日、毎日すべきことは仕事以外にケーキを食べてコーヒーを飲むことくらいです。おお、じゃあもしある日、もうすぐ閉店するから。なんで閉店するんです。おいらにもわからないけど、予見、
私はあんまり気にしたことないんですよね。でも人間がご飯を食べるのと同じです。明日。そう悲しまないでください。あの、さあどうぞ。この2つは君たちへのプレゼントです。にシグウィンと知り合いなの？ええ、先輩は私より早く生まれました。たまに地上に来ては人間に関する知識を教えてくださって。先輩が言うには、人間は傷つきやすい生き物で。 And it's nowhere that it's explained why she looks mostly human, to be honest. そうです。ですから、ここのケーキを食べ、では、私は。I mean, I can guess why she's part human and part thingy, but. ケーキを食べて元気を出してくださいね。I don't know if that's true though. And in which way either.これからもここの美味しいも。ちょうど新聞社の近くに来たし、シャルロットのとこに行ってみようぜ。はい。Wait, why is it? Which character? Oh, okay, Charlotte's busy here. Okay, well, we'll have to go talk to her then for that quest, and then I'll go back to main quest. Wait, she's not down here? I thought she was down here.No, she isn't. Okay, well, it's my fault. I assume if I talk to her just now, that's probably enough. なるほど。つまり、そんなの当たり前だ。言ったろ、怪盗マーティン、片山に行動しか取らない。10年前に死んだあれは。きっとただの身代わりに過ぎなかったんだと。怪盗マーティンが今こうして再び現れて、当初から奴を追っていた警察隊もさぞ頭。ええー、同感です。きっとものすごいインタビューにお答えいただきありがとうございました。次の方に移りますね。あら、奇遇ね。君たちもここにいたなんて、ちょうどよかった。ではでは、お二方にお聞きします。怪盗マーティンから。なんだそれ、全然聞いたこと。あれ、あ、ごめんごめん。あの事件は十数年。それではこの私がプロとして説明してあげる。十数年前、マーティンを名乗る盗賊がフォンテーヌ邸で活動していた。Why is he called the Weasel? すごいぞ、オイラが読んでた小説に出てきた。そうなのよ。でも当初、怪盗マーティンは名声なんか気づいていなかったわ。例えば大商人が金庫に隠した高価なネックレスなんかだけでなく、一般人の子供が誕生日にもらったお人形にまで手を出すでしょ。小説なんかに出てくる怪盗は普通弱き者を助けるけど、彼はお構いなしよ。だから彼はフォンテーヌ邸。じゃあそいつ捕まったとは言えないかも。10年前、セサルっていう名前の魔術師が高所からの脱出マジックを披露している最中、警察隊が遺品を整理したところ、彼の家からは大量の盗品や犯行道具が見つかった。それで怪盗マーティンセサルと同時に窃盗事件の数も一気に減ったわ。でもまさか10年後の今日になって怪盗マーティンが今朝集まってきた人の群れを抜けてすぐに写真を撮ってきたわ。Yes, and the standard newspaper letters cut out to put onto it. その予告状か？どれどれ？3日後の夜、歌劇場へ君の最も大切なものをいただきに来よう。10年、これはもう疑う余地もなく正真正銘の犯罪予告状だわ。
ことはやっぱりそう簡単に解決してはいなかったのね。他人の大切なものを盗む怪盗って、まずいぞ。もしかしたらオイラたちも狙われちゃうかもってことだよな。あれ、オイラが奴に狙われる可能性もあるのか。お前ならきっと思い通りにさせたりしないよな。なるほど。というわけで、怪盗マーテンが再び現れる件を心配される人々は大勢いらっしゃるようですね。予告状の写真、街頭インタビューの記録、この2つを組み合わせれば現行の材料は揃うはず。そうだ、独占秘話が足りないわ。次は誰をインタビューしちゃおうかしら。怪盗と関係がありそうな人はいないかな。あら、あそこにいるのってリネか。Why would he have a connection to Lin? He's not even that old. セサル、怪盗マーテン。そうだ、リネさんをインタビュー。Just because he performs magic, if it happened 10 years ago, then he was maybe like, I mean, I don't know how old the character is, but let's say that he was 8 back then. 魔術師セサルだったでしょ。怪盗にしても魔術師にしても、おい、なんだよそ。気にしない、気にしない。独占記事が私を待ってるって予感がするわ。Yeah, let me see if now we can go back to main quest or if I have to keep going because it's technically still a bit harsh. Yeah, that's kind of annoying. To be fair, even if it wasn't with her, it would be with Linny. I assume we need him at some point anyway.肩の力を抜いて。うん、見えた。君の心は固く。そして今君は少し慌て始めてる。頭を空っぽにして何も考えないようにって。自分家族に黙ってこっそり家を出てきたんでしょ。そんなことまでわかるの？すごい。もちろんさ。はい、マジックショーはこれでおしまい。さ、うん、わかった。リネ、こんにちは。また独身術とやらができるんだろ。からかわないでよ。まさか本当に独身術なんか。でもさっき見たわよ、リネさんが。あれにはちょっとしたトリックがあるのさ。かすかな表情。マジックショーが終わった後も隣に親の姿が見当たらなかったのはあの子だけだったし、大して君たちの目的なんてどう当てればいいって言うんだい。 He can read minds. なんで知ってたの。これもマジックか。おや、図星だったかい。マジックなんかじゃなくて、今朝は予告状の件で大騒ぎだったから、もしかしたら君たちも聞き回ってる。その通り。特別にコラム記事を書くつもりよ、リネさんは。怪盗マーテンが再び姿を。それについてだけど、正直僕はかなり怒ってる。なんでだよ。例の予告状を見たでしょ。3日後の夜に歌劇場で犯行に及ぶって怪盗マーテンはせん。Not again. He's gonna get fucked for no reason again. Just like last time when they tried to bait him into shit that he didn't do.もし本当にそうだとしたら、あの予告状は。でも仮に僕が標的でなくたって、怪盗マーテンは悪名高いし、みんな彼には出くわしたくないはずだ。予告状の内容が広まっ、このショーのために長い時間をかけて準備してきたんだから、奴が僕の努力を水の泡にするのをみすみす許すわけにはいかない。本当ですか。ってことは、魔術師と怪盗の間で繰り広げられる成功するって保証はできないよ。何せ怪盗マーテンは10年。リネさんたら謙虚すぎますよ。私からすれば。褒めてくれてありがとう。でもその対比はあんまり適当じゃない感じがするかな。人々は魔術師と怪盗を結びつけがちだよね。どっちも人の気づかないうちに
物を消すことができ、ちょっとしたマジックを例に説明してあげよう。ほら、この積み立ての花を見てごらん。しっかり見てて、瞬きはしないようにね。3、2、1。消えたぞ。さあね、さて、これこそ魔術師と怪盗の違うところ。怪盗は宝物を消すことしかできないのに対して、魔術師、さ、おのおの服をチェックしてみて。サプライズ？どれどれ？ダイモンドスの中にポケットに缶ビールを入れてる。あったぞ！どうやってこんなことができたんだ？ずっとそこに、なんて素晴らしいマジックなの！リネさん、どうか謝らせてください。いいよいいよ、気にしてないから。ただこれを機に。セサルの死をきっかけに魔術師はなるほど。さっきのマジックの話に戻りますが、私が今まで見てきた限りだと、他のマジシャンは花に関するマジックをする。でもリネさんが使ってるのはルミドゥースベルでしょ。私の記憶が正しければ、ルミドゥースベルは別れの象徴ですよね。さすが有名なジャーナリストさんだね。なかなか鋭い。でも花言葉についてはさほど詳しくなくってね。時間があったら僕もフォンテーヌ花言葉大全を買ってちゃんと勉強しちゃおっかな。今日はしばらくそんな時間がなさそうだけど。わかりました。それでは今回の何か進展があったらいつでも私に連絡して。それじゃお先に失礼するわね。今のインタビューの情報があれば独占記事。 See you, Charlotte.Hopefully I can continue the main quest now. リネ、まだオイラたちに教えてくれ。それについては秘密さ。ういうい、マジックの種は重要だって。お前だってそうだろう。おや、マジックの、それなら臨時魔術アシスタントとして。臨時魔術アシスタント、なかなかいい響きじゃないか。しかもこいつの秘密を掘り起こす絶好のチャンスだ。お前はどう思う？よかった、信頼して。今一番重要なのはセサルについてはっきりさせることだ。彼が本当に怪盗でも、もし彼が怪盗マーテンじゃなかったら面白いことになるよ。セサルのことを調べるなら彼の婚約者だったジェマさんから当たるのがいいと思う。彼女がよく墓地に行くって情報を。ちょうどそろそろ時間かな。しばらくヌビレットも会ってないけど。Okay. I'll see if we can continue main quest now. Yes, we can. Oh, this is not correct one. There we go. What the hell is the fastest? I'm gonna just teleport. That's the fastest way.もしかして私が書いた記事を見てくれたの？よく言うぜ。オイラたちをネタに原稿料を稼いだ。それなら心配いらないわ。君たちが安心して。君たちの取り分はちゃんと取ってあるから。本当か？パイモンって賄賂に弱すぎじゃない？私がひひっ、そんなことしないだろ。でも今日はまた急にどうしたの？何？さっき友達からお前の話を聞いて、お前の仕事ぶりを見た。あれ、君たちもモナ先生と知り合いなの？彼女はうちの新聞社のと。それで私のことを話してたんだ。考えたことをそのまま実行する有能それはよかったわ。でその有能な記者は名高い旅人とファイモン。今日の新聞に載ってた。ううん、あれは写真だけでインタビューは載ってないから。そうだぞ、そのオイラたち。もちろん私がいいって言ってるんだから十分ってことよ。でも今もう、じゃあ時間、それってオッケーってことね。やったー、早速編集長に報告しなきゃ。この辺で失礼するわ。じゃね、また。あ、シャルロット、オイラからも一ついいか？
話なんだけど、万が一明日、予言で出てくるあれね。よくその話を聞くけど、それがもし明日だ、もし本気で聞いてるのなら、何かしら方法を考えてフォンテーヌを離れるかも。でもそれ、私の見立てだと、ほとんどの人は実際に危険が訪れるその瞬間まで。だから私は多分新聞社で君のインタビューをまとめてるかな。かわいそうだ。ほら考えてもみて。この国は明日滅亡する。それでも私はこの世に一つしかない記事を書いてる。で、次に何をすべきだと思う？もちろん一刻も早く記事を書き上げて印刷してもらって、そして伝書鳩で。私は無双家でも仕事人間でもない。ただ自分の仕事が好きで、そういう、うん、これがしょ。いいな。急にもうちょっと近くで海を見てみようぜ。I'm not quite sure why we're doing all this random stuff, especially the asking of people what they would do. We're trying to prevent it. We shouldn't need to ask what they would do. もし、もしフォンテーヌだけじゃなくて、明日フォンテーヌ、いや、もし何をするか選択できる。ずっと前を向いて進んできたから。全然こういうのって考えたことなかったよな。まだ旅をしてるのか？なんだ、それって。メロピデ要塞よりかはまだマシか。あそこ、お二人ともまだここにいらっしゃったのですね。よかったです。え、お前はた、ええ、イサドラです。この間もヌビレット様に頼まれてお二人をお尋ねしましたね。とんでもありません。ヌビレット様のご友人だということは、今朝歌劇場で事件が起こったのです。マレショーゼファントムは暴動。私はそこまでのことではないと思っているのですが、フリーナ様が歌劇場で公演を見ていらっしゃったところ、幕間の休憩時間に観客たちが突然フリー、予言の危機に対して何の行動も取らなかったと大声で。 It's not really wrong. She doesn't really do anything. するとフリーナ様がまだ答えもしないうちに、他応じる人はどんどん増え、歌劇場で水神様にた、フリーナに矛先が向けられ始めたのか。長い間予言のせ、ええ、人々は当たり前のように神を頼ります。そして安心感を、え、あいつ、フリーナ様は手に負えなくなりそうな場の空気から弁解したところで意味はないと思われたのか、興ざめし、マレショーゼファントムの者たちは秩序維持に忙しく、フリーナ様がどちらに行かれたかには注意を払。それじゃフリーナは消えちゃ、はい、マレショーゼファントムが人手を割いてお探しし、でも私は心配ないと思っています。あの方は神様なんですから。たとえボートの手に、はい、ヌビレット様からは状況、いや、情報ありがとな。そうですか、わかりました。それでは先に。 What the fuck is this to look for? たちは早速ポアソン町に、こういう時、 Was that like the start of the trap or something? でもなく、どっかに隠れるに。でもオイラたち、フリーナは大げさで大雑把だけど、前回ヌビレットがあいつをパレメルモニアまで呼んだ時だってそうだ。まして今日は民衆の前で、あいつは今きっとこっそりポア村長に行って自責の念を紛らわす。どうだ、オイラ答えをひらめいただけじゃなくて自分の力でここ、ヒヒッ。じゃあ、なるほど、I guess we're going back to ポア村。寂しいとこになっちゃったな。生きてる奴らはとっくに避難したんだろうけど、災害に散らかされた後しか残ってないぞ。フリーナはきっとここにいるよな。
諦めよう。もう見るがいい。ことは起こってしまったし、みんな死んだ。ごめん、本当にすまない。諦めよう、フリーナ。もうやめていい。すまない。でもそれ以外僕に何ができるって言うんだ。誰だ。落ち着けフリーナ、オイラたちだぞ。コホン。異郷より訪れた金髪の旅人か。あのわきまえない乱暴者たち。フリーナ、お前泣いてたんだろ。涙の跡が残って。え、泣いてたって。ああ確かにね。今朝歌劇場でやっていた公演。結局あの礼儀知らずの奴らに邪魔されてし、神を非難しようだなんて。だから僕は消えてやることにしたんだ。神がいない。ヌビレットもマレショーセファントムの奴らも死ぬほど焦っていることだろう。そんなこと。僕は。おい、あそこだ。水神があそこにいるぞ。ついてこい、早く。え、あいつらお前を探し。そうだろうね。きっと僕に会いたくてもアポが取れない熱狂的なファンかな。こんなのはルール違反だよ。許すわけにはいかない。あ、逃げちゃうのかよフリーナ。早くあいつを追いかけよう。Does she always have to put on a show? Why can't she just be honest? Taban, ここだよな。おい、フリーナ。ここに隠れるのにうってつけの部屋。何？ここって。早く、もう来ちゃうぞ。分かってるって。悪くないアイデア。 Okay, I said this was all part of the trap. のみんなはもう。そう、この数百年僕は予言についてずっと調査し続けてきた。僕の情報網はすでに全テイワット大陸に行き渡っている。いろんな方法を試し、フォンテーヌの海面が上、しかしどれも役には立たなかった。天理を敵に回してはならない。予言にある情景は諦める。はあ、なんと素晴らしい響きだろう。はあ、僕は何度も諦めようとした。So she has actually been trying to do something though. フォンテーヌが運命は本当に理不尽で、規則になど従ってくれない。まだ予言は始まったばかりだというのに。でもついさっき分かった。人々の代わりに最後の瞬間が来るまではまだ遅くない。安心してくれ、僕は。おやおや、その僕はただ
たまには悲劇的なキャラクターを演じてみたいと思っただけだよ。今言ったことはあまり気にしないでくれたまえ。さっきのがお前の本心だったくせに。分かち合うだなんてそんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場に、あるいは Dana, we've been hanging out with like every goal of this place ever. Bokua! So it was the trap. さあ皆さん、ウォーミングアップはここからは。なるほど、そういうことか。ふむ。でも僕は正義の神フォカロルス、すなわち正義の化身なんだよ。正義そのものを裁こうだなんて。その言葉、審判への拒絶と理解して構わないかね。ならば君には決闘によって名誉を守るチャンスが一度だけ与えられる。 I mean, wouldn't she, wouldn't she? 神と決闘をするつもりか。どうやら君の決意は固いらしい。フリーナがと、そんな、水神が人間との決闘で投降するなんて。なんだかちょっと情けなくない？フリーナ様、どういうことですか？ Like that. し、いささか誤解があるようだね。両手を挙げるサイン。当然またいいよ。今回僕が手を挙げたのは、決闘などもう必要ない。今までずっと何ポア村長の人々を守ってあげられなくて失望したのは君たちだけじゃない。僕も、はあ、でも今こそ水事、この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに。僕が必ず君たちを守ってあげるから。さあ喜び歓声をあげたまえ。この歌劇場でフォンテーヌの舞台を色濃く彩る心打つ一幕、神フォカロルスへの審判が間もなく幕を開ける。おお、歴史が動く瞬間を見られそう。またあいつに主導権が戻ったみたいだな。フリーナのやつ、やむを得ず審判を。表現はちょっと大げさだったけど。それで僕の相手は告発人よ。前に出たまえ。おお、なるほど、いいだろう。君は告発人であり見届けるものであり。審判が始まる前に一つ聞かせてくれ。僕をここに送り込むために君たちは一体ど。それはあの日会議をしてから、確かにずっといろんな。私たちスピナディロースラの任務が一番簡単で、さほど大した。スピナディロースラのナビア、
今朝歌劇場で騒ぎを起こしたのはほとんどスピナディロース。彼らは変装して。I mean, I don't really need to know all this. We kind of understood all this. あっちにいたスピナ。このマジックは僕がマジックボックスの体積はなんと数十倍。移動距離はポアソン町からエリニス島にまで伸び、そして移動させ人から神へ。フリーナ様、ありがとう。どうい。もちろんこの賞を準備するために僕たちはお父様の援助を得ました。ハウスオブハースは場所を選び、巨大なま。ということは巨大。そうだぞ。災害の影響。I mean, yeah, we understood all this. I'm just gonna keep on skipping. ルビレットは観客を集め、舞台を用意し、決闘台舞台に登場した僕をすぐ拒否け。あ。ふむ、その勇気を称えよう、クロリンデ。神との決闘を前に一歩も引か。ありがとうございます。そして旅人、君の任務は僕を見つけ、計画に気づかれないよう、最後に告発人として僕と対峙するまで。よっ。え？そうかい。I mean, it kind of looked like she wasn't going to tell us, to be fair. 拒否権なき審判の幕が上がってしまった以上、場をしらけさせる理由はない。最後までやらない理由もない。原告、ここにこんなものがあります。シャルロットという女性から預かったもので、法廷で原告に渡った。Okay. シャルロットがオイラたちに？ってことは、あいつもきどれどれ？これって、この前あいつ、待てよ。この記事って、オイラたちがフォンテン。この記事は、今まで見たり聞いた。まずは中を確認してみようぜ。自分の思い出を整理するつもりでさ。May not very much remember. 歌劇場で初めて対決に参加して、法廷で水陣。I'm gonna just click through everything. I mean, I pretty much remember everything we've done. It's been like a few days only since we started. And either way, I don't think it matters at all if you're wrong. At any time, at any point. 名前置きは省くとしよう。さっさと罪状を羅列するところまで進めてくれ。先に言っておくが、凡人が神のやり方を理解でき。そう。今日の議題は、神である君が何をしたか審判する理由は、君が神なんかじゃないから。そうでしょ、フリー。That would actually be the most insane plot twist ever, but it's not gonna be that. フリーナ様が神じゃないだって。え？水神の職務怠慢を訴えるわけじゃなかったの？告発を承認する。フリーナ被告。フリーナ被告。認めない。もちろん認めないさ。僕、フォカロルス、フリーナ・ドゥ・フォンテーヌは、属性の七姿勢の一人。あらゆる水、あらゆる土地、あらゆる民と法律。そうですよね。確かにフリーナ様は変わった性格ですけど。疑ったこともなかったわ。ただやるべき仕事をしてないって文句を言いたかった。この場にいる皆の目に狂いはないみたいだよ。多くの人々は生まれた瞬間から僕が神であることを常識だと思っているようだ。見るといい。有識も当たり前のように僕の方へと傾いてくれている。今告発を撤回するなら、僕は正義の神の名において約束する。私たちが圧倒的に不利な状況から始まっちゃったわけね。フリーナを任すだ。そうか、勧告は余計だったね。ならば今度は僕が質問す。少なくとも500年もの間カムクラに座っていたこの僕の命を支えてきたものは。Well, never. That's not a mark on the knees lift for over 500 years. Nope.
That's probably this. This seems correct in my head. まず、お前は長命種で、寿命がもともと長い種だって可能性がある。そっち、一体誰にそんなことを吹き込まれたんだい？召使い。呪い。神の気配は呪いに似ていると常々思っ、今思い返すが、神とは関係のない、単なる呪いの気配だったのか。やっぱり、ルビレットも気づいてたのか？フリーナ様がただの人間。人と神、確かに見た目だけでは分かりませんからね。そういう可能。Well, you got a point for that. まだ喜ぶには早いよ。たとえ僕が呪われた身だとしても、それに人と神の最大の差は権能にある。神は人間にはこのフォンテーヌの地には数百年の間に僕が成し遂げ、例えば今君たちが目にしているこのユシ最低カーディナルや皆の日常生活に欠かせない立証混合エネルギーだ。Yeah, there's this. I assume it's just this. でも、タルタリアが理由もなく有罪って判決を出されちゃったことについては、お前だって詳しく理解してね。そのことについては、すでに明確な答えを出したはずだ。神の決断という。待ちたまえ、フリーナ被告。君が置かれているこの法廷では、審判そのものが、すべてのものよりも優先されなければならない。審判の規則に従い、己の把握する情報を正しく述べることができないのであれば、そんな口実を使うなんて。口実などではない、フリーナ被告。これはあらゆるものが尊重すべき法廷の。つまり、タルタリアが有罪判決を受けた理由も、さらに、ユシ最低カーディナルの構造と原理すら、お前が言ってた神の技だって、実は。本当の水神が成し遂げたことなんじゃないのか？本当の水神？そんなもの？僕は確かに、孔子の件の理由を詳しくは、孔子の有罪判決は、ユシキが一方的に下したものさ。あれは生み出されて以来、ず神の造物に欠陥があったからといって、神までもまがいものだと言うなんて、不合理にもほど。まだ奇弁を言うのかよ。ユシキはフリーナのものじゃないって証拠を。I mean, can't you just do some random water shit? I mean, there's a lot of people who can use powers from their visions or whatever. Like, we can literally do it. And we don't even have a vision. We just can't do this shit for no reason. So.水神のくせに神の力どころか水元素力すら操れ、立証混合エネルギーだ。そう、立証混合エネルギーのせいだ。神の力は信仰に由来するが、フォンテーヌの民たちの皆の暮らしにエネルギーを提供するため、僕は神の力をすべて法的したんだ。さあ、僕より。それはさすがに強引すぎな。そうだよ、どれほど民思いだとしても力が全部なくなるわけがないだろう。I mean, she's digging her own hole at this point. そんな、みんな、僕のことが好きだっただろう。僕は僕の味方に。この告発が本当だとしたら、私たちだけじゃないよ。私の親や死んだおじいちゃん。やめてくれ。もううんざりだ。ならば言ってみるがいい。僕が神でないとすれば、It's me. It's always been me. 本物の水神が存在する証拠もなく、僕以外に水神だと名乗り出る者もいない以上、僕じゃなければ。こんな理屈があるなんて。I mean, this isn't doing much. I
What is that? This doesn't do anything here. I mean, but we know that it's not Nuvoletto because he's he's the dragon. Navia's not a fucking god, we know that. This is the only one that makes sense, because it's Nuvolet. But it's not him, because he's the dragon. This has nothing to do with this question either. Nor does this. I'll just go with this, because it's the only thing that makes somewhat sense, but... we know it's not him. Yeah, so what the fuck is it? I'll just click on all of them now. で自分は人じゃなくて神だって言い張るんなら少なくともあんたがフォーテージじゃないって証明できる方法が必要以降法廷での発言は申請をしてからにしたまえたとえ旅人の相棒でも臨時代理人としての資格が悪いね審判官様あんた実はポア村長から海水を少し持ってきたんだポア村長で私の一番の親友とさてフリーナ様理屈から言えば神であるあんたはこんな海水に触れたところで何の逆に試す勇気もないならあんたの嘘は破綻するでしただ一つだけ忠告するよ I mean to be fair the blood doesn't really want to touch it either もう誰も見たくない and he's a I mean he's not an archon but he's still a fucking dragon だからそれは、make sense that she doesn't really fuck with it either. 自分の罪を認めた方が。I mean, even in the thing, she ends up dying at the end too, to the water, in the prophecy. She's just lost one standing first. スピナディロースラのナビア。スピナディロースラは。もしもフリーナ様が人間なら、フォンテーヌ人の可能性がき。フリーナ被告これはあくまで原告側の一方的な主張であり審判官様がそうおっしゃったところでこの時海水をじっと見つめるばかりで一言も発せられないとはどういうことフリーナってもしかして本当にこの思考の危険性を踏まえればI mean, no, because I can touch it too. Just me, she's not from Fontaine. Siguin. Hora, Kincho Snide, Sigu, Arakara. Dare, Dare, Miss Hun. More days over there. Siguin. Gorana Tori, Hirina San, the Hihuna Jo Taito, Iki Kanajawa, Gensh Taikai no Mizuniyoru Eikyo, Uketeru to Mono Yo.ドノードの大会の水に接触した感謝するシグウィン殿どういうことだ今なんて言った最初は確かにボア村長近くの海水をそのまま使おうとしたでもみんなで話し合った結果やっぱり低濃度の人間を直接溶かすことはできない水に置き換えることにしたのだから we can touch it だって万が一Without being an issue, she could just not be from Fontaine. 人が大会の水に溶ける光景なんて。だから低濃度の海水を使って看護師長にも検査し、その方向で決めておいてくれ。そんな。聞いて。であれば
原始大海の水の影響を受けないなんて君たちにだってしょ、それにだ、もし僕が本当にただの僕の話を聞いてくれ、頼むから聞いてくれよ。はあ、これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾く。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。神じゃないだって。これだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。有罪だ。Well, damn. では、由子裁定カーディナルに最終判決を下してもらう。I mean, even if it disagrees, I don't think people would suddenly be like, oh, well, the thing made by her disagrees. 有志裁定カーディナルの審判結果によると、判決は。どうしたんだ？判決は？いや。No. 有識による判決。だったらいいじゃないか。ただ、その内容はこうだ。死刑。Wait, what the fuck?だって死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばっ。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でこの判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するのか。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判有識はあえて水人という呼び名で判決を下した。I mean, she just needs to be fucking honest. That would make all this a little easier for everyone. そのごめん、邪魔しては審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。うん。お父様の任務は最優先。これって予言の石板か？まさかこれ召使いが裏でフレミネに石板を探させて。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判は。ご苦労だったフレミネ殿。石板を、うん、旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。Yes, I'll be on my way, sir. ん？これって、何が？なるほど。これで私も、あれ？水人の罪って、民衆を騙して、つまりお前の言う水人って。まさか。実際この4つの石板に書かれている内容は、君たちが今の君にどこまで理解できるかはわからないが。そうだな、他の石板に。
つ目の石板だ。さっきお前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って、つまりフォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか。二つ目の石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んで、その周りを海に沈むって言えば、おいら四つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してるあの予言だな。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はおいらたちも半信半疑だったけど。I figured it would be that because of maybe it's not showing the humans that oceans become humans, but humans become oceans. 連続少女失踪事件の真相から、フォンテーヌ人は原始大化でも。一つ目の石板に書かれた絵、フォンテーヌ人が解ける理由はそれなのか。Well, what was the question in this? It shows Celestia floating in the sky, and either open the people wishing it there, but heaven still brought judgment down upon them. This kind of makes sense in a weird way.目の前の出来事は、That also kind of made sense in a weird way. That's why I selected that one. 起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた。水神の、そして石板の絵。All right. No, maybe. No. Yep. 海に落ちるなんて簡単な話。ナビアが海に落ちた後、意識の中で石板の絵では、海の中にいる水神を。I mean, this doesn't. I mean, I guess maybe.I mean, this doesn't make much sense. I'll try it, but yeah, I didn't think so. 石板に書かれた予言は、とっくに巷に広まってるけど、当初メロピデ要塞の大海が噴出したことと、フォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実、もしあの時すぐに対処してなかった。人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、法廷では水神に死刑の判決が下されて、みんな驚いたよな。ナビアのやつは遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は、予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい。予言の石板に書かれてることは、最近起きた一連の。なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういうふうに、もしそれが正しいなら、オイラたちは。とんでもない結論を出してしまう。言ってみるといい。お兄ちゃん、あっちはなんだか。僕たちが本当の人間じゃない。
すべてのフォンテーヌ人はかつての水人がその証拠に、フォンテーヌ人だけが原始大海に溶けちゃうだろう。それにそうだ、それにナビアも言ってたぜ、溶けちゃい、ああそうだな、一つ目の石板の延長線。 I mean, why did the original one even make them humans rather than oceanids? ってことは、ユシキの水人に、水人の本当の罪は、そして本日の歌劇場ではフォンテーヌ人が水人を審判しようとしている。歴史こそ最もドラマチックなものなのかもしれないな。うんうん、この絵はナビアが海に落ちた時の状況と結構似てるしな。多分だけど、4つ目の石板にある予言が起こった後に水人も海に沈んでいったって様子を描いてるんじゃないか。人々は皆海の中に溶け、水人は自らのカムクラで涙を、おいらちゃんと暗記できてるよな。いや、スパイモンなかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報から、しかしこれらの石板には肉眼で見える情報以外にも、とあるエネルギーによる遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の全ての石板が揃った今、もう一度読み取ってみることとしよう。この真相はフォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私たフォンテーヌ人の起源と水人の罪について、全てはフォンテーヌのかつての水人が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちのが、しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、属性の七姿勢としての水人は人を想像できるほどの剣。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って、Wouldn't they eventually become human though? Because there would be people getting married to people that aren't from Fontaine, having children that are half and half of them. そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。無論、水人の人を想像するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水人やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源。あなたも、私も、私たちは全員、情報量が多すぎる。審判官様の話はそういうことなら、水人に死刑判決が下されちゃいかんだろう。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的。3つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからな。肝心なのは、石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり、純粋精霊人々は妖怪していない。つまり絵にある正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナビア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナビア殿は、つまり3つ目の石板に書かれていた人々が法廷で水人の罪を審判する場面だ。Well, shit, we did. そう、まさにあんたたちの言いたいことは分かった。予言通りのことが起きる。私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて、自らそれを実現しようとしてる。どうしよう。予言は必ず現実となる。これが、そういうことなら4つ目の石板にあった旅人、君の推理には実4つ目の石板に関して
君はメロピレ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。Yes. だが私はあの噴出は証明などではなくほんの兆しに過ぎないとか災いを導く本当の根源を君はもう目に。 We have 今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。It's the whale, the fucking whale. The whale is evil. The whale that Tartaglia saw. Where is it from here? I mean, is it unironically the whale that he saw? Like, oh wow, it actually is. I was just memeing, but I guess it was the whale, yeah.So I'm gonna have to go kill the whale. それから災いの根源。Well, it seems like the whale is fighting back.Hey, there he is. We really chose not to save him there.ヤツと顔を合わせることができたな。ヤツがここに現れた。あのクジラはテイワットに属さない。ヤツはこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。水神がフォンテーヌ人を創造した時その血管に原始大海。うむ、フォンテーヌ人の血液はあのクジラにとって、うん、大きだから奴が大会を離れた後は大勢の民衆が集まる歌劇場が。さっきのってあいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復。ああ、むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのもあのファッツカレ具合から見るにクジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。 Yeah, we really need to save him. Like, he's been actually in there for so long.予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。もう間に合わない。 I mean, I can just jump and then go kill it. 私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く、おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなおあのクジラは生き続け。私は見とやれることは全部やった。そんな時にこの相手にはそもそも盛大な開演に何があっても。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるわか。
一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われ、テイワットの未来がどうであれ最終And she's still just sitting there. Nope. どういうこと？ユスキが。おそらく死刑執行の時間だ。Wait, it can do it itself?君は。すまない。その驚愕の表情。君はフリーナではないな。ああ、そんなに驚いてくれるってことは、つまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた。ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしている天理さ。天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろう。すべての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託したとき、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に俗世の七姿勢である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だって。そ、僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡、天理を欺くことのみが予言が起こると同時にみんなを救える方、うん、僕って本当に天才。これもま、そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も人を創造したことの原罪も何もかも一気に僕に押し付けたんだね。でもまあしょうがないさ。なんと言ったって僕もかつては彼女の眷属。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を、喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時、彼女の長所は人間しか持たない長所、その短所も。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と。まっその後僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成。覚えているだろう、予言の最後のあのシーン。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、
予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に、人間が持つべき幸せ、例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に正真正銘のヒロインとなり、さあ、もう理解できただろ？君の法廷がなぜエピクレシス鍵だが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きな命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとってこれはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、この500年は彼女この上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う過激だった。Okay, I'll use the staircase. Oya, 誰が舞台に上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕によかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ、探したまえ。 Why does it say don't look at me? 僕の演劇を邪魔してはいけない。とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。I mean, I guess she has been acting for 500 years and it's pretty fucked up. Let me turn off the lights.New mail. みんな、これはちょっとした舞台アクシデントだ。Can't look at it right now. 主演が対処してくれるさ。Oh, it's because it's 12 a.m. and I got a mail call just like some daily type thing. Or like a character's birthday.Final light. No, and no fight apparently. Oh my god, my very own VIP seat.I'm not even sitting there. They could have put me there at least. Frina. Dare? Boku o yobu no wa dare dai? Doko ni iru nda? Aseranai de. Kowagaranai de. Boku wa kimi no me no mae ni iru yo. Chotto matte. Douyu koto dai? Kimi wa? Mm.その呼び方も悪くないね。鏡の中の僕。君は予言のことを聞いた。予言？
待って。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの鎌倉で涙を流す。そう、その通りだよ。よくわかってるじゃないか。どういうことだ。僕の記憶は何もかも曖昧なのに、唯一この予言のこと。そうだよ、これも僕が君を探しに来た理由だ。フォンテーヌの災いはいずれ。それってすごく大変なことなんじゃないか。みんな死ぬのか。心配しないで。この世に奇遇なんてものが存在しているのは、まさに人みんなを救う方法は僕が教えてあげる。なんだ、救える望みがまだあるのか。普通については、僕の頭に最初に浮かんだのは、確かになぜ僕がそんな。けどどうせ予言が本当に実現してしまったら僕も死ぬんだろ。それにこういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて。やっぱり君は最も完璧な人間。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ん？いや、何でもない。いいかい、フォンテーヌは今水神を失ったばかりだ。君には新しい水神を演じてもらう。神を演じる？ああ、ずっとずっと演じ続けるんだ。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。けど。でもそんなのどうやればいいって言うんだ。人の身分で神を演…安心して、君のやるべきことは自分を本当の神の姿にすることじゃない。君も人間だから、それがどのような姿かについてはよく知っている。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人…まだ完全に理解できてないけど、僕頑張ってみるよ。それで僕はいつまで水神を演じ続けないといけないんだい。この任務をこなすために君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日、しかし僕は約束しよう。ある盛大な審判か。それは楽しみだね。It's kind of fucked up that I actually just threw that at her. Like, threw that problem onto her. And... すでに数立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ。 Her voice is so much softer now when she speaks. エピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、一国家の新たな神になる。これまで魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバ…これでいいかな。噛むかと思ったけど無事。思っていた。これが新しい水神。水立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よ。おい、聞いたか。最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれ、もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの。
数立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい。どうしてみんな僕を疑うんだ。まずい。そうだ、鏡の中の僕が冷静になるんだフリーナ。人々威圧感、存在感、すべての疑念。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと。ここより。なるほど、さっきのは演技だったのか。どうりで新しい神様がこんなに個性的な方だなんて。かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりは魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやりな。さて、我が愛しの民よ。僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆、この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に幸福を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあ我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ最低カーディナルの前でならば。フリーナ様、こちら本日審議される事件。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かいことはヌビレットに任せ。それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判。盛大で劇のような全てを終わらせる美しい審判さ。はい、まあ、これは後で行くべき。そのようなお考えを察する力はない。 So I can put some coke into my glass。僕の言ったことは気にせず、職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。Oh, that was a short one. フリーナ様、光栄です。謁見をお認めくださるなんて、なんとお礼申し上げればいいか。礼なんて必要ない。どうしてもと言うなら、僕に会えるまで気長に待った君。どうやら、さて、ディオデーレだったね。あ、お息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実。いいね、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換。あなたは本当にお優しい。It is actually really fucked up that she had to do this shit for 500 years. フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。やはりか。こうなることは神としてとっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができる。予言にあることは必ず起こる。あらゆる予兆がそれを示し。そのフォンテーヌ科学院が水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入った。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。
ほほん、そうか、神の領域に触れることだ。やっと一日が終わったか。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。これでいいのかもしれない。もう考え…フリーナ様、こちら新たな事件の審判と…いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要…フリーナ様、やっとお会いできました。ああ、我が忠実なる民よ。フリーナ様、ポワソン町の付近で。うむ、引き続き観測を続けて。はあ、今日は何もボロは出さん。でも、こんな。It's actually crazy to think about like having to fake who you are for 500 years. 今日もさっさと休もう。Like at some point you would actually just break, and if not that, then you just flee.I mean, even if you are pretending to be a god and eventually getting worshipped in a sense as a god, I wouldn't exactly say it's fun to have to pretend to be someone who you aren't for 500 years. Jesus.近くでお話で、我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると、20代ほども前のそれはいい、優秀な一族じゃないか。君のそんな恐れ入り。あれ、ん、どうしたんだ。泣いておられるのですか。あれなんということだ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ、なるほど、神であるフリーネ様のお力の現れ。終わりが見えない。すごく寂しい。もう何百年も経ったはずだ。もうこの家庭がこんなにも苦しい。もう限界に達しているのだろうか。いや、誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。何百年もの間いろんな調査をした。もはや信じることしかできない。一人で無理する必要はないかも。他に何を知ってるのかはわからないけど。分かち合う、そんなの無理だよ。分かち合う必要がないとしても、俺は見届けるものだ。俺、見届けるもの。そ、もしテイワットの全てが、あるいは。旅人の言う通りだ。彼にならでも、もし全てが予想通りにいかなかったらダメだ。フリーナ、利己的になるな。でも、もし本当に平気だったら。フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい、別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい。この機会を逃したらもう二度と。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、
君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。つまりフリーナでさえ真実は知らないと。ああ、天理を騙すにはまず己。彼女は本当に大したものだった。この500年彼女の意志が少しでも揺らいでいたら、フォンテ人間を信じる、やっぱり正しい選択だった。君がいかにして天理を欺いたかは分かった。だがこれは真実の半。重要なのはこの状況でどうやって予言からフォン。うん、さすがフォンテーヌの最高審判官だ。実に明快なロジックだね。君もとうに気づいているはずだろう。確かに私は湯式に自我が存在することを疑っていた。今にして思えば君が自分の意識を湯式に隠していたのだ。うんうん、外から見ればそうだよ。僕はフォンテーヌの神の心を持ったまま、ユシキと一つになったんだ。So、I guess she knew that, Tartaglia had to be sent there, or would be sent there, and that's why she made him guilty. 実を言うと、ユシキは正義を執行するための機械なんかじゃないんだよ。なんだと？ああ、いやいや、正確には、正義の神をカムクラもろとも破壊する機械と言った方が正しいか。僕は何もフリーナが苦しんでいるのを見て、ただのうのうと、この500年僕の役目は湯式に立証。もう気づいている人もいるみたいだけど、湯式が生み出すエネルギーの中で残りのほとんどは全て蓄積されてきた。今日の審判も死刑もやはり500年間フォンテーヌの民は何千年も何万年も使えるほどのエネルギーを、そんな膨大なエネルギーをもってして初めて天空の島が定めたルールを揺るがし、属性の七姿勢の構造を壊。ゆえに有識が出した結論において死刑に処す。水神の神倉を壊す私の思い。もちろん君にはもともと属するはずだったもん。言い換えれば全ては水神の権能をこの星の水元素の竜に返すためなのさ。なんだい、また悲しんでいるの？古竜の体験を取り戻せるっていうのに、テイワットの水の竜王がそんな顔していいのかい？500年前から今の今までそれほどのことをし、そんな風に考えたことはないよ。それどころか今は天水流、水流、泣かないで。できることなら僕が天理を審判したい。だって天理はエゲリアが奪ったのは原始大海の力。天理が奪ったのは僕が正義の神だというのなら、僕は君の力を君に返す。それこそ正義といえば、僕はこんな風に考えている。正義とは原始大海の力を奪ったのがフォンテーヌの原初の罪だというなら、あらゆる行為の正義は別として、フォンテーヌ人が人として生まれこの世、言い換えれば存在がエゲリアの正義だ。でも予言を打ち破りフォンテーヌの人々を生かすことだけど、今まで僕も全てのフォンテーヌ人も最高審判官ヌビレット元素流の当時私をフォンテーヌ邸に招待し、最高この立場の本当の意味を理解した。もとより私は人間になど興味がなかった。だがこの500年
人間と過ごしたことで種族ずるいな。ホカロルス、今さら私が有罪判決など下せないことを君は知っているのだろう。おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければなんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。最高審判官ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。That was all fucking insane. 今何が起こったの？この激しい光は何かの。みんな無事で海にも溶けてないんだか。そろそろ終わりにしよう。あのクジラ。え？でもあのクジ。すでにクジラに対処する力を得た。ある方法でなら私はこの星の今こそ追撃の時。旅人。油式の機能が失われた今。正義を執行するためにフォンテーヌの全ての災いの元凶予言を具現さあ私についてきてくれ。 Yes, time to kill the whale. And then our boy is finally safe from that fucking sea. He was standing there.Was it just Tartaglia standing there or? Oh, it was me, okay. Sudeni de Kirukagini, Gens Taikai no Chikara of Kihas, Shikashi Akuma Karada Amari Kodaide, Sono Kongen, Furekoto Adekina. What did he jump to? Naibu Karagekas, Kikai, Miskara Renaraba, Hanashua Mitsa, Kimini Kodu Kikara, Mission Kikai, Sarasta. There's no way that this is how I'm going to kill it, right?I mean, I'm doing damage to it, but
That's gonna take a really long time if I have to kill things. And I don't have enough time to set up my shit. Oh, there we go. So yeah, that's not- oh, okay. Oops. Holy shit, that sounds... Hey, one sec. Oh, wait a minute. I was gonna turn the music up, but I guess I won't. Wait, who the hell is this? Oh, Tartaglia, come back. Ato katatsuke. Kansha suru. Honrai wa watashi no shigoto nano da ga na. Tada komotte shugyou shite ita dake da touu no ni. Yomoya deshi to shishou no petto ga tatakai hajimete shimau to wa. Yosou wa shite ita ga.少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰として素振りを300万回やらねば。さっきの力。多分今言ってた内容からして、あ、こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど、弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず、鈍性のクジラに勝った。故にお前たちには、私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で、鈍性のクジラのようなペットを飼うなど、どう考えても妙だしな。力の差が激しいし、触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて、弟子の時間を犠牲にしてみ、何にせよ。スカークさん、多分大事なところ。おお、大事なのはそのペットがお前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って一体誰なんだ。知らなかったのか。すまな、師匠はスルトロッチという。Who? So her eyes are really cool.聞いたことのない名前だ、うん、師匠の知名度が足りなかったか。うむ、極悪鬼それも聞いたことがないのか。なら読み、nope. I don't think. Oh, we have. Okay. 魔女会のメンバーでアルベドのお母さんだよな。あ、ほう、その名は知っていたか。今あげたがこれで
お前たちもより理解しやすくなったはずだ。ちょっと待てよ、さっき預言者と。それより一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど鈍性のクジラがお前たちと戦って、このように荒れ狂う水元素力はこの星の理論上から言えばフォンテーヌの陸上はすで、つまりお前たちがずっと恐れ。なんだって？心配はいらない。フォカロルスは。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。But it's just water, water, and not. Okay, well, even if it's water, water, it would still be fucked up. そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。Oh wait, it's a massive fucking ship from down in the prison. ない。予言は嘘だ。デマだったんだ。No, I just spun in over here, okay. Oh, for fuck's sake, who now? How is it? How does this keep happening? What the fuck would be there that I need to speak to? Oh, it's here. Never mind. It's gonna be Charlotte again, I guess. I don't mind this neighborhood. Oh, for fuck's sake, man. Like, why does this take priority over our conquests? Over
It is all compensated. Yeah, why does story quest take fucking priority over our conquest? It makes no sense. And whose birthday? Can't even nice. Alright, well, let's go in. So I guess that means that Farina is now just a normal human, because I assume the curse would be gone, and then Nuvelet is now the Hydro Archon Dragon. I'm gonna spam through this because I wanna get to the main quest. I don't really care that much about a random thief. それで一体キアラというメリュジーヌに今日なるほど、ね、これ以上はまだ何もない。え、はあ、なぜヌビレット先ほどスケジュール。Yeah, this is all just about that thief. I'm not gonna lie, I don't really care that much, but also I really just want to get back to the main quest. Shit, so fucking good. セドナもお前が自分で調査をするのにはまだわからない。私はこの裏にもったいぶいや。端的に話そう。当時私の周りには信頼できるものがそう多くなくてな。だがそれでも能力と品格に優れた部下が2ヌビレットがいかにも改革した。 I mean, I'm still reading like some of it. カロレは自害メリュジーヌというかつて民衆からすればメリュこれを利用して攻めてくる人々の私に対する No, not but very like at least something. フォンテーヌにこれは過去の経験をフォンテーヌの政治史つまり予想それは違う。ああ君たちは私の正体を知っていて、私は人の審判官という私はここで暮らしているが。だな、三人で手を。うん、そう言わ。今休暇届を。では行こう。ま。I really hope it just makes me not do the entire quest now. I really hope I can just speak to them from the main quest now.But I have the feeling I won't be allowed to since we're gonna be working with him, which means we're probably gonna be with him the entire time. Yeah, I figured. And it is still this one now. Fuck. Oh, that's so annoying.I have to stop accepting all those instantly. Because I accept all of them and I start all of them. And that fucks me up every time. It happened during Sumeru as well. Like, I need to stop doing that shit. It ruins the pacing so fucking much for myself. At least I have this thing that makes me move faster in the air. Again, I'm gonna skip through this shit. I wanna get back to the main quest. Kiara. Are? Nubiretto-sama!かわいいやつだな。君に脅迫状が届いたと。脅迫状。朝ドアを開けたら、でもセドナお姉さんが言うの。ここ最近。怪しいもの？怪しいものってどん？あ？心当たりがある。そんな人いない。では、脅迫状はまだ持って。ちょっと待ってね。マレショーセファントムから出て行け。さもなければお前を捕まえる。シンプルな脅迫状だ。その可能性は否めない。怪しいものに思い当たる節がないのであれば、キアラ。うん、あだが君は今目をつけられている。
そんな時こそオイラたちの出番だぜ。そしたらありがとう旅人のお兄ちゃん。それかえへん、いいだろう。しばし別行動と行こう。うん、まずはキアラを得ろ。ところでキアラはいくつなんだ。私にもわかんない。何の死にったの。でも私をフォンテーヌ邸に連れてきたのがカロレお姉ちゃんとヌビレット様だったっていうのは覚えてるよ。 500 plus years ago。 だから結構昔のことだと思う。確かヌビレットがカロレについて話してたよな。 400 sorry。 ってことはそれってもう400年以上も前のことなのか。オイラのことをお姉ちゃんって呼ぶんだよ。私記憶力が悪いから、自分の感覚で人のことを呼んでもいいってカロレお姉ちゃんに言われたんだ。タイモお姉ちゃんは私より大人っぽいからお姉ちゃん。そうだったのか。なあ旅人、何か聞こえないか。I mean, do we even know how old Paimon is to be? Also, that was clearly just Charlotte. Erofeo-nee-chan! Kiara, I was waiting for you. Oh, that person. I'm going to give you a gift to my brother. Yes, I'm going to give you a gift. Why are you here? That's right. As the promise. Yes, please.I do really love how they walk though. It's so adorable. Hmm. 危険なし。検査はクリア。どうやら、え、もう終わった。ざっと全体を見ただけ。ヌビレット様が言ってた、例えば結婚とかね。どんな方法で洗い、さて、調査も終わったところで。少し来月新しい子供服を発売するよ。いいよ。何をす、ちょっと待ってくださいね。サイズを。二人とも仲がいいの？どこを見てるんだ？まさか、やっぱりオイラたちをつけてるやつがいるのか？ I mean, it's just Charlotte. I could tell by the hat. But since Neverett's not involved anymore, how?Who? Is it because the person involved is Charlotte as well? Am I actually gonna have to do the entire quest?私に限らず、記者ならみん、ヌビレット様の取材は容易なことじゃないわ。パレメルモニアは滅多に面会の。でも今日は珍しくヌビレット様に街でお会いした上、君たちも何か調査して。もちろん出来上がった原稿は必ずヌビレット様に審査してもらう。 I mean, she knows someone is investigating. She's the one that brought it to us, basically. そうだな。そうだった。でもその代わり、I really don't like spamming through this shit, but I really want to get back to the main quest. 実は先何か手がかり。まあ、なんでヌビレット様。とりあえず。Okay, now she's not involved anymore. So maybe now it's okay. Nope, still not. Why though?And I wish it would tell me who. I'm assuming it's still Neverett, even though he's not actually here. No, wait. Oh my god, people keep spawning him. Yeah, I assume it's because everyone's gonna be there, which would make sense that it wouldn't just be me and Neverett. Okay. Maybe now then? Now no one should be involved? Unless it's because we have to go to Neverett and that's why? Okay.
Fuck, man. I also was gonna stream like for a really short amount of time, like legit like 1 hour. And now it's been 2.5 hours. Because I'm just so caught up in the story. Yes. I don't know why it suddenly triggered, but it triggered. She had to be like, in the exact middle. Well, I wasted my little thingy, I guess. At least for now. But it's active until 60, so. Still getting some use out of it.新聞の考えは至ってシンプルよ。災これらのビッグニュースの価値は常に続きがあること。エドウィンの助手ジュリエは本物の飛行船を作った。スピナディロースらのナビアは人々を率いて故郷を。オイラも気になるって一瞬思ったけど、よく考えた。だからこそ一緒に取材に来てほしいの。わかる？君たちは最本当か。もうたくさん取材。今度こそ大丈夫よ。行きましょう。まずはポア村長、それからメロピデ要塞に行くわ。オッケー。 I thought the first thing we would do was go talk to Nevelette and then talk to Farina, but I guess we're just skipping over that first. の情報を更新した。はあ、紹介するね。こちらはグルント・スネージビッチ。召使いの代理としてスピナディロースらの業務を。地元のみんなも精一杯頑張ってくれてるし。シャルロットさん、はじめまして。お名前は金金。昨年のフォンテーヌの野良猫に関する記事はとても興味深く拝読しま。ただできれば大々的な報道はお控えいただけないでしょうか。これは別に善意によるものではなく。よくわかりました。ご懸念は理解できますので、できるだけ軽く触れ。悪くないですね、お心遣い。ああ、おかえり。そっちはどうだった？現在の準備は済んだ。工事の人たちは1時間後に到着すること。あれ？クロリンデじゃないか。来る暇なんかあったの？実は最近、例のフリーナ様との決闘騒ぎで超有名になっちゃったから、ポア村長まで逃げてきたの。なんてね。嘘嘘。ボア村長を再建するためにやらねばならないことは山ほどある。スピナディロースらにはもっと決。しばしお時間を。せっかくですのでちょっとお伺いできませんか。決闘前の。それはよしてくれシャルロット。もっといい取材テーマが見つける。相変わらずですね。なんなら私の写真をたっぷり撮ってけば。彼女を説得する手間も省けるし。もちろん彼だって逃がしやしないわよ。では写真。
だ。いい感じに撮れたく悪くないわよ。構図的に君はまるで魚たちの頭のそばにふわふわ浮かぶ雲みたいね。よし、こんなもんで十分かな。また来られるし、今日はこの辺にしとこう。行動が素早いな。スピードこそニュースの命だもの。それに人の懐に入ってコネクションを作るのも、あんたって本当に打たれ強いね。あ、おそらくメロピデ要塞が彼女の取材を受け入れたのも。わあ、お耳が早いわね。私がシグウィンさん。綺麗に情報が連鎖していますね。ヌビレット様はただ私に、メロピデ要塞はいつか。ヌビレット様の質問に対し、私は公爵が自ら出向くとは限らない。その通り。彼らにインタビュー。じゃあ気をつけて。何か面白いニュース。I don't really get why we're doing the things that we're doing right now. All this crazy shit just happened, and now we're going around interviewing people rather than speaking to Farina, who finally gets to be her own person, maybe. メロピデ要塞って怖いところだと。生活が安定してて、毎日ちゃんとご飯が食べられ。あ、ディオセスリのことだ。見た目はいかついけど。実際に話してみると、あいつって監獄のやつらとはどだな。ここの人にルールを。おーい、誰か手を貸してくれないか。あれ、今Who's hiding in the floor? すまない、誰かいないか。やっぱり聞き間違いじゃないぞ。この辺りからだ。あ、誰か聞こえてるのか。箱？なんで箱の中なんかに隠れてるんだよ。誰もと。ちょっと訳があってね。箱を閉めてもらえるかな。うわ、ひどいな。いやいや、そこまでのことじゃないけど。帽子を？あ、わかった。お前って髪の毛がな。な、ごめんごめん。なるほど、帽子か。なんだか誤解してる気もするけど、つばのついた柔らかい帽子でね、多分入り口のリフト近くで落としたんだと思う。ちょっと暑かったから頼む。あの帽子は僕にとってとても大事なものなんだ。安心しろ。サクッと。そう。Wait, what? Why is this a new chapter?Oh my god, I'm not playing the actual. Oh, okay. It is the healer that I need to be. And just for some reason, I started playing that. I was so confused why we suddenly had to help a random guy stuck in a box. I was like, what the fuck does this have to do with the main story just now? あんたらにとってもここは忘れられない。Yes, very much. 公爵、入り口まで出てきてるなんて。あんたら二人と看護師長が紹介してくれたシャルロットさん。フォンテーヌの噂に聞くばかりのあの公爵様にやっとおめ。どういたしまして。ただしインタビューの主な対象は俺じゃ。あ、それはもちろんです。さあ、こちらへ。He's so annoyed about getting his picture taken. Or embarrassed, I guess. 写真撮影は終わりましたから、そんなに緊張。シャルロットさん、今の写真。あるいは、ルールビーさんはジュリエ君と並んで新聞に載せられるのがいい。そんなわけがないでしょう。ほう。そうやってきっぱり否定する様子から見ると。違います、僕はただそうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにも一度お会いしたことがあるんですよ。奇跡を運ぶ船舶、世の人を救う。ですが、その空飛ぶ船はシャルロットのやつ。大変申し訳ないが、
あの船は今工場の奥にあるんだ。撮影。そうなのですか。ではそ答えはあんたもよくご存知だろう。俺なんかより看護師長をインタビューする。どうしてコンビの写真って強調なさる。ではでは一人ずつ2回撮らせていた。僕の髪がおかしくないかちょっと見てく。メロピデ要塞にもこんなににぎ。あららみんな揃ってね。うちが作った。お看護師長。あのシャルロットさん。おもちろんシグミさん。ん？あ、わかった。写真を撮るときは笑った方がいいの？ She smiles like all the time. ここ最近メロピで見ての通り相変わらずさ。フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響を与え。あの空飛ぶ船以外はですけどね。あれはインタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台裏の英雄にこそ身に余るお言葉です。公爵も適度に表に出られた。スポットライトはやっぱりあんたらと。なるほど。あの日それだけのことが起きていたのか。本当に彼らにはいい知らせと悪い知らせがあると伝えよう。いい知らせは彼らの兄貴がさほど多くの危険にはそれでお前の方はどうだ。変わりようがないだろう。メロピデよ、フリーナ様が去ったことが何を意味するのか。果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか。With departure, she left. 皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ。ご協力どうもありがとうございました。ま、ええ、もしかしたら水中工場の記事を書く。よし、最後の目的地は不当よ。Oh, right to where it all began. I'ma just jump off. I'm not gonna fucking take the elevator. Oui. Holy shit, this drop is a lot longer than I remember. とは手を組んだ時以来連絡。旅人ファイモン、それにシャルロットさん。マジックポケットはいかが。 Still giving them out? それって何かすごいものなの。物を運ぶ時に使える便利な。友達に運んでもらうって。フレミネみたいな友達がいれば力を貸してもらえる。そうでしょフレミネ。友達を作るのを手伝ってくれるってこういうことだったのか。なかなかいいアイディアね。もしよ、わかった。リネット、フレミネに人と交流。フレミネの方からもっと友達を作って人と交流した。ああ、まずはショーのアシスタントとしてペールスにも出てもらって、その後フレミネにも加わってもらおうと思ってるんだ。潜水士の水中脱出を見たいと思う人はいるかしら。ま、きっとうまくいくさ。何事もまずは初めの一。リネット、ちょっといい？シャルロットさん。今行く。シャルロットさんは本当によく気がつく人だね。僕が話したいことがあるのを読んで場を。お父様から聞いたけど、ここ最近君たちには大いに大したことじゃないで。ああ、まだ知らない。そう、フリーナ様が去った後、お父様とヌビレットさんとの間で話し合いが行われてね。You just gave it to her, okay? 結局 They always get their way in the end. They always end up with Ignosis, whatever the fuck he says. 外交的ぞよ。ああ、僕も最初はすごく驚いたけど、例の講師様の一件で誤った判決を下したことへのお詫び、
I mean, you did fight that fucking thing for like actual days. 原始大会の中でどそれだけじゃなくて以前からお父様それにしたっていくらなんでもそれもそうかもね。ただヌビレットさんはこの件にたえじゃああいつしかしさあそれはご本人に聞いてみるしかなさそうだね。あいつってすごく忙しても神の心は召し使う聞いた話だけど孔子様はすでにスネージナヤに戻って療養してるそうだ。前回の災いがそうそう今までファデュイとの間じゃいざこざ立場が変わっただけのことそれほど驚くことがあるかな。うわぁ誰だお父様子供たちの様子を見に不当に来たんだが旅人にも会えるとはフォンテーヌでの私の成果についてはあまり気にこれはもとより我々執行官の責務だ。立場にこだわる必要などない。ファデュイが目指すゴールは、ある場所や個人ではなく、この世そ、そしてまさにこの私も、様々な顔を見せ続けてきた。それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は、誰かに長いスパンでの約束、また次に手を取り合える日を楽しみにしていよう。善行は一人では成し遂げられないから。それに君たちは実に優秀な協力者だった。神の目？ Oh yeah, yeah, I still have that through. 了解した。講師のため大切に預かってくれていたんだね。こっちはおい、こんにちは、記者のお嬢さん。こんにちは。私の記憶が間違ってなければおっしゃる通り残念ながら君の取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだがこの子たちの魔術師としてのはいお任せ。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとしよう。お父様それではあの方すごい威圧感だったね。シャッターを押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材はそう固くならないで。そうだお別れの前にマジックポケットをもらってくれるかな。物を運ぶためのポケットだっけ。そうだよ確か君たちに初めて会った時も僕たちはマジックポケットこれこそが人生ってやつなのかな。よしまた他のエリアでもポケットを配らないとだから。シャルロットも見送り終わったし Yeah, let's go see what's up with the man himself. And apparently, Farina left. I mean, I guess she is her own person now and she can make decisions for herself and do what she wants now, but I feel like that would be kind of weird for her to just leave.Getting closer on finishing this too. I mean, there is still a big part of the map that I need to finish up here, so I'll probably get all of them eventually. But... Oh shit, yeah, the village was outside, I forgot.Quickly do this. There we go. I removed the text on the top left. No one has been in stream to advertise their shit today, so I don't think they will. And we're getting close to, well, finishing the.Fontaine story up, so
That's what I'm gonna see myself.君たちはリネ君に会ってきたのか。ちょうどよかった。君たちに説明が間に合わなかった部分について覚えてくれてたのか。じゃあ早速だけど、うん、多くの物事は語ろうとするとかえ、水神の鎌倉を壊したことで力を返してもらったお前でもまだ謎が残ってるぞ。お前は具体私にとって古竜の体験とは水元素を掌握する絶対的な力。フォンテーヌの人類は最初エゲリアが大海の力を利用して作った不完全。しかしフォンテーヌ人の体内に大海のエネルギーが存在する限り私は古竜の権能を駆使しこの星で最初の命が、つまり私が判決を下したその瞬間フォンテーヌ人はフォカロルスはそこまで計算してたのかよ。 I thought he just changed the water. 予言が実現したと見せかけると同時に全ての人だな。ある意味フォカロルスはこの方法で純粋精霊を人類に変えてあげたいっていう。その表情から察するにどうやら他にも聞きたいことがあるようだ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。I mean, with child, I'm pretty sure that タルダリアとの一件について多方面から調べていたのだが、その結果ある事実に行き当たる。しかしだからといってタルタリア殿を災難の根源だと断定するのは理にかなっ。あの審判で有識が下した判決についてだが、一部の責任に基づく判決だったのか、あるいは彼が論性のクジラと牽制し、なんだかんだ言ってフォカロルスはフォンテーヌ人のことを、あ、ふと思ったんだ。フォンテーヌ人が本当の人類になる前って、あいつらから生まれた子供も命はもとより水のように絶えず循環するもの。フォン覚えてるぜ。ここはフォンテーヌの全てのその子宝祈願が実は単なる風習ではなく、ある種の祝福を受けた泉の中の純粋精霊たちが数ヶ月後、大体分かった気がするぞ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。そういえばリオセスリからフリーナがど、フリーナについては民衆に知られているのは彼女の処刑が実際には執行されなかったことのみ。水神、私はホカロルスの最後の言葉を忠実かつ完全に彼女に伝えた。彼女はただ疲れ、そして荷物をまとめ引っ越しをする一般人のように歌劇場を、フリーナ、それでそこは安心していい。彼女の衣食住についてはこちら、正直なところ私は心の片隅では彼女だが、彼女はもう水神ホカロルスを演じる必要がなくなった。お前は水流の全ての力を手に入れたわけだろ。ホカロルスの逝去とともに輸出最低カーディナル、これは審判に直接的な影響を与えることだ。慎重に考えた結果、審判におけるその役割は、やっぱりお前は完全に最高審判官の立場。元素流として私にはまだ成し遂げられていないことが数多くある。だから他の責任を果たす以前に私はまず最高審判官として引き、それから水神が去ったことによって生じるもう一つの問題は、歌劇場から立証混合エネルギーが発生しなくなってしまったこと。 I mean, is that a bad thing? I don't think you need anymore now. そっか、確かそのエネルギーって水神に、でも町にある機械はみんなちゃんと動いてるぞ。今の私はプネウムシアを完全にコントロールできるようになった。このエネ、うわー、古竜の力。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることなら、 I mean, we already know we gave it away, but we'll just ask anyone. そうだ、神の子。あの二人の執行官は
今回の災難で確かに大いにパデュイがフォンテーヌにいる目的は表向きにはただ一つ、神の子ユシ最低カーディナルが止まり水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の力をフォンテーヌにとって、神の心は完全に、もしファデュイの目的がそう単純なものでないなら、これを機に彼らの要求に応え、なんだか複雑な考え方だな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答え、君たちはもうじきナタイ行くの。ガイドの才能は全くないが、私の知っている範囲の私の知る限り、ナタは竜の国だ。竜の国？いや、私がナタで歓迎、私のような古竜とは違って、おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、そこは戦争の国でもあり、大地には終わりなき戦火が延々と広がっている。それからもう一つ、君たちにとって役に立ちそうな情報がある。隊長という名のファトゥスがすでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。隊長、なんだか手強そう。万全の準備をした上でナタに行くことをお勧めする。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知って、あ、ちょっと待ってくれ。この前リネはお前が神の心をお前しか知らない理由でもあるんじゃないかって。ふむ、ハウス・オブ・ハースがファディの情報機関を、その質問についてはちょうど君たちに今日、え、まだあるのか。あの日君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗った人物とこのような会話をした。Is she a Fatui Harbinger then as well, or is she just someone that taught Tartaglia everything? さて、よし。同世のクジラはもういない。お前の力に含まれた成分もこの星の最初の古竜の権能。そこに神の呪いにも踏む。一体何だ？何を言っているか。ああ、思い出した。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。ふむ、お前たちのよく使う言葉で言うなら、確かに。他の、しかし、君が今言ったことについては、私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。元より人類の上位にある存在だから、彼の常識も当然人とは、そのことはともかく、不吉なものは災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは本来であれば祝福されるべきことだ。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。君の言う第三降臨者とは？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私だが、興味があるというなら、今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば私には弟子が一人いてな。ここまでが私が彼女から聞いた話だ。第三氷、神の心がそうなのか？シェスの駒みたいな形。彼女の話が誤解や変わった比喩でもない限りは。で、不吉で手放した方がいいってあいつに言われたから。お前、もしスカーク殿の話が本当ならば、それ But then wouldn't the third one be your sister, who's clearly chilling
as the Abyss leader. But this doesn't make sense. Our sister's fine. Hmm. という概念を認識しているだろうとは思っているとなると、元素に対する極めて高い適応力を持ち、引いては元素力を増幅する君も似たような性質を持っているのか。そうだな。神の目を持ってないのに、いやいや、とりあえずは余計な。死んだ第三降臨者と旅人。そりゃそうだけど、タルタリアが回復してきたらあいつを問い詰めようぜ。同感だ。情報が揃っていない状況で根拠のない推測をする。これで予言にあったフォンテーヌの木。そうだな。ホカロルスの努力も。だけど神として自分を犠牲にして人間としては500年もつ。神の願いというのはそもそも私には無理だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを。君や私、あの人が浴びる雨に。Oh, no, that was a fuck ton of information. And this is, I guess, is gonna be to go back to Sumeru Frenda from there to Nautilon, I would assume. So that's that, I guess. Well, the next time I stream Genshin is gonna be when we continue the main story, most likely. I'm gonna clear out this entire area before I do that. Because as you guys know, I'm obsessed with getting everything to 100%. Everything else I'll also get to 100, but I'll do that during, like, other moments, you know? But yeah, I still have, like, a bit of exposure. This might take, like, 2 days or something to get, like, as close as I can to 100%. I'm surprised we really didn't go talk to Farina anymore, though. Because I really do feel bad for that character, like, holy shit. That's basically fucking 500 years of torture. Now, yeah, constellation. I mean, this is why I don't need to do that. Will I get here? This time, I'm not gonna be an idiot. I'm gonna just open them, but I'm not actually accepting them, so we don't get all of them spammed in. Oh, for now, I'm gonna go ahead and put it on this one. This quest I'll still stream since, you know, we started it on stream, but I'm not gonna do it now. Because we've streamed for 3 hours when I was planning on like 1 hour at most, so. Yeah. Let me just put some music back on. And claim these. Alright. That was fucking crazy. I still really love the main story in Genshin. I think it's so incredibly good. I didn't think Kurina would actually not be the real Hydro Archon. Like, I thought that was just gonna be something we played up to make her, like, tell what she knew, and then it would be something completely different. I didn't expect it to actually just be a normal person. Pretending to be a god because she was told so by the gods. But yeah, I don't know, shit's crazy. But yeah, I'm gonna stream here. I might stream tomorrow. If I do, it might not necessarily be Genshin. If it is Genshin,
it will probably only be that quest. And then after that, I'll have to see if we do something else or what we're gonna do, because I do want to finish like the entire map before I continue with the main quest, as always. But also, I need to do some of the other quests so that there's less of them and that they're not in the way as much as they were now. Because I've accepted like actually 20 of them or some shit like that. And it, like, they might actually get in the way at some point, to the point where I have to like finish like 4 of them until we can continue. And I don't want to be doing that. But yeah. Anyway, for now I'm gonna end stream, and I'll see you guys when I see you guys. But yeah, anyway, GG's.